こんにちは。2023年一発目の動画になります。で、今年はですね、年明けから、スカジャンの受注会がね、2日の初売りからありましたので、僕も2日3日と店頭に立たせていただいて、で、直接受注会に来られた方たちと、コミュニケーションだったり新年の挨拶だったりとかいろいろできたんですけれども、まあ、動画に関しては、まあ、普段からこう自分が購入したものを、皆さんとこうね、発表してコミュニケーション取ったりとか、まあ、あとは自分がこうデザインするアイテムの展開だったりとか、そういうこともこの YouTube 内でね、いろいろ発表したいなと思っておりますので、今年もよろしくお願いします。で、早速今日の動画ですけど、今日はこちらスニーカーをね、買いました。新年一発目のお買い物です。年末、スカジャンだったりとかバレットのゼロフォーだったりとか、ここ自分のプロダクトのいろいろ忙しくてですね、なかなか自分で買い物だったりとかネットショッピングもあまりできてなかったんで、ショッピングっていう感覚で、物を見てなかったんですけど、ちょっとね、とあるきっかけでスニーカーを購入しましたので、そちらを開封していきたいと思います。まあ、もうサムネイルでも出してるのでお分かりだと思うんですが、今日のスニーカーはこちらですね。プラダアディダスのスーパースターになります。はい、こちらですね。まあ多分ね、スニーカー好きの方もこのビジュアルはね、見たことあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあパッと見は本当にスーパースターにプラダのロゴが入ってるだけみたいな感じです。で、実際これ発売されたのがまあまあ前で2020年だったかなと思うんですけど、で、その後1回再販があってぐらいだった記憶です。で、僕もまあ皆さんと同じで、ロゴ入ってるだけでしょみたいな、それで普段のスーパースターのね、4倍5倍ぐらいの価格になるので、いやいやいやと思ってたんですけどね。まあ発売直後でもないですし、すごく変なタイミングでね、買いましたというところのね、話をしていこうかなと思っております。で、今日はちょっと久々にこうね、後ろにちょっとピント合わないと思うんですけど、スーパースターを並べております。今ここにですね、ちょっと2段に分けてるんですけど、10足ほど、スーパースターがあります。まあ年末のね、スニーカーの自分のこうお世話になったランキングみたいなので、スーパースター2位だったかなにしてたと思うんですけど、まあ去年というよりは、スーパースターっていうのはすごく僕の中では、トレンド問わず履くスニーカーでして、まあ似たようなカラーリングのものだったりもするんですけど、スーパースター何足か、持っております。ちょっとそこと比較しながら見ていこうかなと思います。まあ単純にこれを買った経緯で言うと、まあリークというか、その写真でしか僕見たことなくてですね、実際の商品を、直接見る機会がなかったんで、まあ実際の素材感とか、その感じがあまりね、分からなかったっていうのもあったんですけど、まあ価格も価格ですし、自分の中ではその買うっていうリストには入ってなくて、でですね、最近、ユナイテッドアローズとアディダスの、まあ、別注品になるんでしょうかね、のスーパースターが、店頭で見かける機会があって、でガラスレザーの、ヒールタブ以外がオールホワイトのスーパースターがあって、それが結構かっこよくてですね、ちょっとね、僕の好きなガラスレザーの、仕様になってて、これをすごく迷ったんですよ。で、これがね、定価1万7600円かな、1万6000円の消費税ですかね。まあノリで買うにはそんな安いもんでもないしっていうことで、ちょっと迷ってて、別注品でアローズだし数もあるんで、まあ、セールになるんじゃないかと思って、それまで待とうかなと思ってたんですよ。で、普段履いてるのはほとんどが白アッパーに、黒ラインのスーパースターを履いてるので、まあちょっとそことも違うしっていうところで買おうかなと思ってたんですけど、以前もね、同じようなものが出てて、似たような質感のもので、でヒールタブがね、今その出てるものと違って、このね、王子塩タイプのこの何て言うんですかね、この形がちょっとね薄いヒールタブで、ここにねトレフォイルロゴが入ってないもので、アローズのものは、若干エキゾチックレザーっぽく型押しというか加工がしてあるものなんですけど、
どちらかといえばその前の仕様のものの方がかっこいいかなと思ってしまって、で現行でまあセールになるのを待つか、前の仕様のものを探すかっていうところで、すごく迷ってて、で僕スタンスミスもハイレットもそうなんですけど、結構ねガラスレザーのタイプを、好んで使用してて、実際ねこの手持ちのスーパースターの中にはそのガラスレザーのものはないんですよね。割とソフトな印象のレザーのものが多くて、まあ革の質は良かったりはするんですけど、ちょっとまたね履いた雰囲気が違うので、それが欲しいなとは思ってたんですけど、でそれをすごくこう自分の中で迷ってるうちに、あそういえばこのプラダのスーパースターってそういう雰囲気じゃなかったかなと思って、で悩んでる時にですね、ちょうど、街でね履いてる人を見たんですよ。でめちゃくちゃかっこよくて、もうこのプラダのロゴどうこうっていうよりは、その自分の今欲しい気分の質感っていうのにめちゃくちゃぴったりだなっていうので、やっぱり現物で見るのが初めてだったっていうのもあるし、今まあその迷ってたスーパースターっていうのはまあホワイトのアッパーで、ホワイトのラインのものなので、まあできればこの王道のね白黒で欲しかったっていうのが勝ってしまいましたかね。ということで、まあ年末何も勝てなかったし、新年も年始からねお仕事したしっていう、なんとなくの自分のご褒美的な感じで買いました。まあもちろんもうアディダスにもプラダにももう置いてないので、今回スニダンで購入しましたけど、まあ一時期定価割れしてるイメージだったんですけど、今は若干上がってますかね。まあそんな数がね出回るようなスニーカーでもないと思うので、あの思ったより安くは買えなかったですけど、まあスニーカーにしては奮発しました。コラボものとかレアなスニーカーとかにあんまりこう大金はたかないんですけど、まあこれは完全に質感にやられましたねっていう経緯で、購入しました。で実際に見てみる雰囲気としては、もう本当にこう自分が求めている雰囲気はバッチリだなっていうところです。でまあこうツヤ感があったりとか、こう綺麗なスニーカーではあるんですけど、これをしっかりね時間かけてね履き込んでいきたいなと思っております。であとはですね、まあこれはちょっとまあコラボもんなんで、まあ、一旦別枠として、まあ結構前にスーパースターのね、動画どれ買えばいいかみたいな動画をちょっとやってたんですけど、まあそれもあって継続的に質問をいただいたりするんですよね。今買うならスーパースターどれがいいと思いますかみたいなことを言われたりするので、まあ、今アディダスで買えるものというよりは、まあ多少昔のものを遡って買う人もいるでしょうし、まあそういうの含めて、僕の手持ちのものも今どこでも買えるものでもなかったりするんですけど、こういうのがありますよという感じでざっと紹介していきたいと思います。まあざっくりですけど、スーパースター大きく分けて、まあ、2つに分けていいかなと思うんですけど、1万円ちょっとぐらいで買える、スーパースターと、1万5000、6000ぐらいのスーパースターと、まあ、大体大きく2つぐらいに分かれてると思うんですけど、で安い方は合皮なのかな、僕もそんなにちゃんと調べたことはないですけど、若干タンが厚くてですね、フォルムで言うと少し丸っこい印象を受けるような、タイプと、まあ、革のグレードが違ったりとか、まあ、フォルムがよりちょっとシェイプされてるような印象の、価格帯が大きく2つ分かれてて、まあどちらにもいろんなモデルがあって、いろんなカラー素材でモデルによってちょっと仕様も違ったりするので、今ここでお話しするのはそのタンの薄い方、まあ、これ一概に全部がそうじゃないんですけど、まあ、大体価格帯的に1万5000、6000、7000あたりの、スーパースターの話をしていこうと思います。で、まあ、僕もおそらく、一番履いてるであろうスーパースターがこちらです。スーパースター 80s のモデルになります。まあ、このモデルの一番わかりやすい特徴はこの金ベロですね。まあ、スーパースターもどの仕様のモデルが好みかっていうのも人にもよるんですけど、 80s の特徴はですね、ミッドソールとシェルっていう、これはもちろんね、若干時間が経って黄ばんでますけど、もともとが若干クリームっぽいカラーで、スリーラインはね少しフェルトのような生地になってます。で金ベロですね、これすごく分かりやすい仕様で、このモデルはこれとこちらの黒が、同じモデルの、白と黒の
反転したものになります。黒は僕これ一足だけなんですけど、これもねすごく気に入っております。個人的にはまあモデルの雰囲気とか、流通量とかも加味した上でこれが一番バランスがいいんじゃないかなと思います。例えば新品で探したりとか、まあ綺麗な中古探したりする上でもまだ出てくるとは思うので、もう本当にどれ買っていいか分かんないけどスーパースターとりあえず欲しいなっていう方は、まあ、探せばそんな高くないと思うのでエイティーズから入るのもいいんじゃないかなと思います。でこちらはネイビーのモデルになります。これはねエイティーズじゃないんですけど、これも別注だったかな、若干ね柔らかい、カラーのネイビーのモデルになります。これはね革の雰囲気とかはすごくいいんですけどね、若干シェルトゥーのすごく細かいところですけどね、模様とかが、この辺の 80s とかその辺のモデルとはちょっと違うんですけどね、まあ、単純にネイビーのスーパースターが欲しかったっていうところで、ぴったりだった時に買ったモデルになります。であとねこれは純粋なスーパースターじゃないんですけど、スタン・スミスとねスーパースターが、合体したものになります。スーパースタンというモデルになります。ここのねヒールもスーパースタンとね入ってるんですけど、まあ、アッパーの大まかな仕様はスタンスミスになっててシェルトゥーがついてて合体してるようなイメージですね。これもねなんかこのグリーンが、いいのと、普通のスタンスミスよりね若干ボリューム感があったりするので、これもね結構履きます。でこれが唯一、アッパーの色がね白黒以外のモデルになるんですけど、僕すごいお気に入りのね、2号とのコラボの、スーパースターです。 80s がベースになってますかね、多分蛍光グリーンのねスーパースター、これもすごくいいんですよね。これはねホワイトもブラックも出てたんですけど、まあ、このタンがね2号とのコラボ仕様になってたり、まあ元々ついてるシューレースがすごい太いシューレースだったりとか、ちょっとまあコラボならではのモデルだったので、定番というよりは少し遊びの入ったアイテムですので、ベーシックなのが欲しい人はこれじゃない方がいいかもしれません。で、これもねちょっと変化球、これはね実際スタンスミスなんですよね。でその上にスーパースターの転写プリントみたいな感じになってます。なんでモデル自体はこれはスタンスミスなんですけど、まあこれはちょっとまあ別枠なんで、まあ、作り方的にはラフシモンズのねスタンスミスみたいな感じで作ってあります。これもとても面白いスニーカーですね。で今度こちらもね若干こう変わった素材感なんですけど、まあ、こうレーザーがね鱗状になってるモデルです。これも確かね 80s っていうカテゴリーだったんじゃないかなとは思ってますけど、ちょっとね忘れちゃいましたけど、これはねあまり履く機会がなくてまだピカピカなんですけど、これもちょっとね変わりだねということで置いております。まあこれを1足目に買う人はいないでしょうけど、まあたくさんある人はねなんかこういうのも1足あると面白いんじゃないかなと思います。残り3足あるんですけど、残り3足がちょっとねあの仕様がガラッと変わるものですので、これがねスーパースターのねリコンのモデルになります。でこのリコンのシリーズ何が違うかっていうので言うと、あのさっきも見せたんですけど、このねヒールのタイプがちょっと変わってくるんですよね。この無地のね薄口のタイプになるんですけど、でまあこの辺のね刻印の入り方だったりとかその辺も変わってくるのと、一番大きなところで言うと現行のスーパースターはね7つのシューレースホールがあるんですけど、こちらはねより OG 仕様というか8つ目の穴があるんですよね。ここがすごく大きな違いで、まあ僕もそのヴィンテージとかを集めるタイプじゃないのでフランス製がどうとかそういうのはあまり言わないタイプなんですけど、これはよりそういうものに近い再現をしてあるものなので、これまだ僕下ろしてなくてね新品なんですけど、まあ、先ほども言ったみたいにどういうものを、自分の中で探すのかっていう中でこういうところをポイントに探すのも面白いんじゃないかなと思います。でこのリコのモデルはこのブラックとグリーンをすでに履いております。これはもう下ろしてて、で仕様は一緒なんですけど、この刻印のところは色つけてなかったりとか少し違うんですけど、同じモデルの色違いになります。このグリーンもちょっと渋めのねグリーンでねとてもかっこいいです。これも同じ、8つ穴のホールになってますね。で手持ちのもので、最近入ってるのがこちらのね OG タイプのスーパースターになってます。これも同じ8つ穴でヒールも無地のタイプになってます。
で最近は本当にねこれを、一番履いてるかなといったところですね。これはですねもう本当にタンもウレタンというかあのスポンジのタイプで薄いもので無地になってます。まあ自分の中では一番本当にまあモデル名通り OG っぽさを感じるモデルかなと思ってて、まあ、フォルムもそうだし、この OG タイプはこのサイドのラインはねナイロンテープになってます。だからこれが初代のタイプかって言われたらそうでもないかもしれないですけど、復刻の種類の中では一番その OG っていうものを再現してるのはこれなんじゃないかなとはなんとなく思ってるので、探せばもっとあるかもしれないですけど、最近はこれをね気に入って履いておりました。なのでまあ色が同じであれば旗から見たら同じスニーカーですし、そんな変なこだわりを持つ必要はないかなとは思ってるんですけど、まあでも自分の中でもこう同じようなものを違う理由をつけて買ってるのでやっぱり全く一緒ではないんですよね。ちょっとずつ違うので、まあどういうポイントにフォーカスして買うかっていうのが人によって変わってくるかなと思います。まあ本当にヴィンテージが好きでヴィンテージ探して買う人もいるでしょうし、でまあ僕みたいにその復刻のものでよりヴィンテージ感を感じるっていう買い方をするのもありでしょうし、まあだからどれを選ぶかはその人の感覚次第なので何とも言えないですけど、なんか分からずにこう遠目で見たスーパースター感だけで選んでしまうと、あとあとなんか違ったなとか、あここがこうだったらなとか出てくるんじゃないかなと思うので、まあさっき言ったこうヒールの形だったりとかホールの穴の数だったりとか、モデルによって革の質感もね違ったりするので、まあそういうところをいろいろ加味して自分の中で、ベストなスーパースターを探すのも楽しいんじゃないかなと思います。といろいろね、紹介しましたけど、並行してねこのプラダを履いていきたいと思います。まあ僕はこのメインで白アッパーのものを対応するので、この OG とこのプラダを並行して履こうかなと思っております。まあ一緒っちゃ一緒ですけど、買った本人的には違うっちゃ違うので、まあこれぐらいのものです。なのでこっちを買う必要は全然ないかなと思うんですけど、でまたこの革のバリエーションが違ったりするだけでね、自分の中ではすごくこう違うものだったりするので、そういう楽しみをねこっちで感じていけたらなと思ってます。まあ、本当にこのプラダのモデルに関してはもう分かりやすいコラボモデルというか、まあ悪く言えばロゴ載せてるだけで、僕はあまり分かりやすいコラボものとかよりはこういうコラボの方がどちらかといえば嬉しい。なんか本当に元々のスニーカーを邪魔しすぎてない、これがいいコラボで適正価格かって言われたら謎ですけど、でも本当に物自体はねかっこよく仕上げてると思います。まあ、さりげないコラボでおじさんには履きやすい高級コラボだったんじゃないでしょうか。ということで今日はまあこのね買った、プラダのスーパースターと、あとはね手持ちのスーパースターをねざっと久しぶりに、紹介してみました。まあ、着用に関してはおそらくこの辺履くのとさほど変わらないと思うので、またインスタとかで、軽く履いた時に載せようかなと思っております。まあ結局ね今年も新年一発目からスニーカーのお買い物でスタートしました。アディダスはねどうしてもこう新しいモデルとか、復刻のモデルとかもなかなかナイキみたいなね盛り上がりにはならないですけど、これやっぱクラシックなねスタンスミスとか、昔からのモデルでもローテクのモデルかっこいいのいっぱいあるので、なんとなく最近の気分では、ベーシックなねスーパースターとかスタンスミスとかまた履こうかなと思っているので、なんかそういうのもまたね、いいのが見つかれば買っていこうかなと思っております。多分年末のランキングのコメントにもね、スーパースターのこと書いてくださった方もたくさんいたので、まあそれこそナイキのレアモデルとかコラボモデルとかああいうものとはまたちょっと違う楽しみだとは思うんですけど、まあ、自分はこのスーパースター気に入って履いてますとか、僕もスーパースター好きですっていう方のね、書き込みをお待ちしております。今日もありがとうございました。